これ、塩酸気にいいねなの。何それ。じいじがさ、じいじでも捨てたはずなんだけど。何、戦時中に、うん、もしかしてフィリピンとかあっちの方で、うん、多分上陸して、うん、デング熱1回と、うん、マラリア2回やってんのね、それで潜伏期間みたいなのを治っても20年間ぐらい、うん、再発するんだよ。へえ。で多分これが塩酸キニーネが、うん、それの薬だと思うね。でもある日、うん、もう20年経ったからそろそろいいだろうって言って、うん、捨てたはずなのに、うんうん、あったね。でもどこに入れたか分かんなくなってたんじゃない。いや、もしかしたら、うん、これが本当の塩酸キニーネで、うん、もう一つ持ってた瓶のは、うん、自血用の薬だったかもしれない。あ、やっぱそういうの持ってたんだ。いや、みんな持ってたみたい、平田さんは、うん、最終的には、うん、捕虜になる前に自血する、うんうん、だから自血薬だったのかもしれない。私が触ろうとしたら、うん、ダメだって言って、うん、急いで自分で揉み取って捨てたんだけど、うん、あれがだから自血用の薬で、うん、こっちが本当の塩酸キニーネだったのかな。塩基って書いてあるここ、なガラスかなんかのやつ。なんであるの。おたけおばさんが便秘した時に、うん、肝腸、肝腸に使えるからこれにぬるま湯入れてチューってやって入れると肝腸になるよっ て、 言ってもらったんだ。もらったんだ。今時ないよね、こんなガラス瓶の、うん、珍しいね。取っとこう。え、じゃあ取っとくんだ。うん、珍しいじゃない。今時ないよこれ。煮沸消毒して使ってたやつだから。どうぞ、うん、はい、はい、これ